はい、こんにちは、室野聡です。今回はですね、7月からいろいろ忙しくなりますという話をします。はい、先生方、1学期もそろそろ後半に入ってきました。7月になるとですね、結構いろんな忙しい仕事があって、それで休みになるというね、感じです。まあ正直ですね、休みになっても7月中はいろいろ研修会があったり忙しいと思うんですけども、まあざっとね、これからの仕事を振り返ってみましょう。まずね、授業を終わらせなきゃいけませんね。これが大変だと思います。ただしですね、通知表の準備が入ってきますよね。ですから、その授業と通知表ってのは当然ね、絡みがありますから、テストをね、とにかく実施する機会が多くなると思います。ですから、授業の後半終わりそうなものについてはどんどんね、テストを入れていくということです。あとはですね、総合的な学習の時間みたいなものについては、資料を回収してね、コメント書かなきゃいけなかったりしますね、通知表の方にね。ですから、子どもたちに今まで返してきたやつが多分まとまってると思うので、それをね、全部見る時間が必要になってきます。はい、そうやって通知表の準備をしながら授業も終わらせていくというのがね、この時期ちょっと忙しくなることの一つですよね。それプラスですね、それプラス夏休みの準備がありますね。まあ宿題などを多分出されると思うので、その準備が必要になってきます。で、まあプリント類ですよね。私はですね、夏休みの宿題っていうのは、まあ1学期にやった算数の問題と、あとは国語は漢字を出してましたね。算数の方はですからね、何かプリントを用意しました。で、そして国語の方はですね、漢字のプリントですね、それをどんどん、それ上に漢字があって、それを見て書いていくような形のものを準備してましたね。で、基本的に私はね、夏休みのその宿題はですね、自分で丸付けをして持ってくるっていう風にさせてたんですね。丸付けまでが宿題だよって言ってました。これは意外としない人もいて、夏休み明けね、どっと何十人分の資料を全部こう丸してる人がいましたけども、それだけで2学期最初疲れちゃうので、やっぱりね、自分で丸つけるものは自分で丸つけさせた方がいいんですよ。できたできないが、そのやった直後に分かった方がいいので。ですから、よくね、私はプリントの紙ありますよね、それをめくると裏側に答えがついているようにしました。算数なんかね、特にね。そうすると終わった子はね、こう下をちょっとひっくり返すと答えが出てるんで、それを見ながら丸つけをするっていうスタイルのプリントをよく出してましたね。まあプリントの答え見て答え書いちゃう子がいるんじゃないかっていうのがあるんですけども、でも計算なんかはね、途中の式が必要ですから、答えしか書いてませんからね、それはできないということで、そういう形にしていました。まあ大きくですね、7月はこの授業を終わらせるということと、通知表を終わらせる、そして夏休みの準備という、この3つがね、結構大変だと思いますので、この3つを中心に考えていけばいいと思います。ただですね、学校によってはまたいろんなことがあると思うので、まあ、それはね、またそれぞれやっていただきたいと思います。それでですね、ここからちょっと嬉しい話ね、まあ、子どもたちの夏休みの準備の話もあるんですけども、教師の研修計画ね、これちょっと私はすごい楽しみだったんですよ。これは公的なものもあるし、そうじゃなくて、民間教育団体の研修なんかもありますね。で、そういうものをもうそろそろね、募集が開始されますので、もう行きたいものに今からもう応募するということをしてました。で、自分がちょっとね、好きな先生のところで研修に行ったりっていうような形でやってましたね。それが大体私の場合は8月の頭ぐらいだったかな、7月の本当後半から8月の頭ぐらいまでの期間にやってたんで、まあ、自分がそこで発表するっていうこともよくあったんですよ。発表するとなるとね、自分が準備しなきゃいけないので、まあ、そのために7月、夏休み、子どもたちが入ってからの終わりのね、7月の後半はそういう準備をずっと学校でしてる生活を後半は送ってましたね。まあ大体ね、7月いっぱいと書きましたけど、8月の頭ぐらいまで研修をして、そしてそれ以降は来ました、休みです。休みを取って、まあ、家族と旅行に行ったりっていうね、まあ、ちょっと本当に学校の先生って普段が忙しいですからね、一日の生活の中で休憩時間なんてあってもないようなもんですから、まあ本当にね、8月の上旬からね、まあ、8月の後半にかけての休みというのはね、本当にね、私はね、嬉しかったですね。ですからね、先生方もこの夏休みの楽しい時期を今からイメージしてね、仕事に励んでいただけたらと思います。ではまあ私はね、この授業と通知表と夏休みの準備ってやっぱりね、皆さんもそうかな、通知表の準備は大変なんですよね。ですからこれについてもね、こんな動画を今まで出していますので、何本か出しています。はい、ぜひですね、これを見てみてください。はい、そうすると少しね、通知表の準備も楽に済むんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、というわけでね、そろそろ7月に入りますので、いろいろな準備あると思いますけども、こう頑張るといよいよ夏休みが待ってますので、
先生方ね、体に気をつけて頑張ってください。はい、それとですね、この私の動画、ぜひですねチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録っていうのはですね、本当に YouTuber をやってる人にとってはね、命みたいなもんなんですよね。登録者数が増えていく、特にここ1万人超えましたよね。超えてから多分ね、いっぱいこう動画が紹介されてるんでしょうかね。やっぱり再生数がすごく上がるんですね。はい、ですからぜひね、皆さんにも見ていただきたいので、よろしくお願いします。それとコメントや評価ですね、つけるようになってますよね。これもぜひお願いします。私ね、結構これ時間かけて作ってるんですよ、この動画をね。こんなんでもね、まあそれがですね、こう誰か見てくださってコメントがあったり、いいねをしてあったりするとですね、非常に嬉しくて、また次頑張るぞって気持ちになりますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。